HP が多いね、あの機体。いける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 、よし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 、 OK。 ここは格闘でしょう。さあピクシーは持ってきますね、これ OK。オッケー、ゲッチュー。残念でした。どうみなさん、おはこんばんにちは、アイスゲーです。ということで今回もガンダムバトルオペレーション2実況プレイしていきたいと思います。シャスということで、お久しぶりですね、このスタイル、このスタイル久しぶりですね。はい、本当に久しぶりは前回のあのフルガンのやつなんですけど、はい、まあそれさて OK。 今回使っていく機体、グフカスタム使っていくんですが、初めてですよね、うん、動画としては確か初めて出しますので、こういう形でやっていきたいと思います。しかもね、最初出た時より強化されたらしくて、あのマシンガー、ガトリングあるじゃないですか、マシンガーじゃない、ガトリングか、ガトリングの威力は変わってなかったかな、確か射程と連射速度が上がったらしくて、もうなんていうか、ガトリングばらまいてるだけで結構なダメージ量取れますので、しかもひるみもできますし、まあ支援機にも、支援機を追い詰めることもできますね。はい、ただ、タイマンで、あれですね、400コストのガンキャノンとかと対面するとちょっと辛いですね。うん。他の機体ならいいんですけど、ガンキャノンは辛いです。はい。まあ、それはさておき、性能の方をちょっと見ていきましょう。はい、ということでこちらグフカスタムレベル2、コスト400でございます。ということでガトリングシールド、威力107、射程距離250なんですが、前は200だったらしくて50距離が上がっていますので、ちょっと離れた距離からバラ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 撃ってますので、ややね、厄介ですね。はい、敵だとすると結構厄介です。しかも盾持ちなんで、バズーカ当ててもひるまない可能性があります、この機体は。うん、そこがいいですね。はい、でヒートソードレベル2ということで2310、威力申し分ないですね。ガトリングシールド、まあこれをガトリングでひるんだところに直進してヒートソードをねぶち当てるっていうのが一番火力が出ますね。うん、それからヒートロッドなんですけど、こちらの方はちょっと使い方が分かりません。はいあんまり分かんないですね。イスギがこの機体使う時って結構射程じゃない、射撃機体みたいになっちゃいますので、はい、今回も多分そうなると思います。はい、まあ、3連装ガトリングですね。これはガトリング、メインのガトリング切れた時にパン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 打つやつですね。距離が短いですので気をつけた方がいいですね。まあこれでもひるみは取れますので、うん、取れるのかな、微妙ですけど、まあまあ、ガトリングのつなぎとして使ったらいいんじゃないかなと思っております。はい、って感じですかね。はい、スキルの方はこちら、構成のバランサー、格闘連撃、マニューバーマー、脚部ショックアブソーバー、クイックブースト、対爆機構でございます。ということでこの機体使って遊んでいきたいと思います。では行きましょう。はい、今日も来ました、この戦場。ということで行きましょう。 5VS5400 コストのベーシックですね、よろしくお願いいたします。さて、とりあえず前線に立ってマシンガンをバラバラ撃っていきたいですね。敵さんのね、バズには気をつけながら行きましょう。さあ、こういう感じでもうひたすら撃っていく、当たっていく、オッケー。おー、ピクシー、ダメージあんま入んなかったね、多分シールドに助けられた感がありますね。ピクシー、お、餌餌餌餌餌餌だ、さあさあさあ削っていこう、あの機体も削りたいけどね。うわー、ひるんだ、HP が多いね、あの機体。一
けるいけるいけるいける、よし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 、 OK、 さあ前進、ナイス、オッケー、ゲッチー、残念でした。あ、ナイス倒したんだね。なんかいるよね、正面。バリバリ撃ってく、昼目昼目昼目、オッケー、よいしょ、右の援護、やばい、あの人やれる、ちょっと待って、もうちょっともうちょっと、キャブレ、ここは格闘でしょ、さあということで D から出撃でゴード、あ、これはこれはちょっと引きつけましょうか、敵を、逃がさんぞあー、ピクシー見なかった、あーらー、さあということでいいから出撃でございます。ズゴクタンが追われてますね、すんごい追われてる。まあ、この EG8 を止めましょう。アイナ様、私は死に場所を見つけました。この連射性能よね、これだけで多分倒せますね。よいしょ、いただきからの、よいしょ、 OK、 一応上がり、さあ右の方で味方さんがやられてるっぽい、援護します、危ない、狙ってるのは知ってたよ。オッケー、うわー、あの人の足を止めよう、ハイエナしていく、いいんじゃないですか、これがね、新グフカスですね。ミスった味方に当てちゃった、謝りたい、打ちながら謝おう打ちながら申し訳ない、オッケー、さあ上に結構ミリーな敵がいた、さあピクシーは持ってきますね、これ OK、 ガトリング強くないですかこれね、可能性なんやて、あの機体はやれますね、ワオ、ナイス、硬いんですよねこの人、ひるめばワンチャン、ひるめばワンチャン、オッケー、もう一発、オッケー、一旦離れたいところ、オッケーオッケーオッケー、そのまま、あー止め切れ、嘘でしょー、バニー、バーリー、いける、100
下の打つなよ。オッケーオッケー。うわあ、オッケー。やったやった。お疲れ様でした。いや、どうでしたか皆さん。これがグフカスタムですよ。新生グフカスタム。最初の頃はこんなに強くなかったはず。ありがとうございます。まさかの4冠マジか、嬉しいな。ありがとうございます。いやー頑張った。ということでご視聴ありがとうございました。またね、休みの日にねこうやって動画撮ってあげていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。生放送もね皆さんぜひ来てくれるといつげ喜びますのでどんどん見に来てください。はい、ということでお疲れ様でした。